ベントレイコンチネンタル GT コンチネンタル GT コンチネンタル GT コンチネンタル GTC コンチネンタル GTC コンチネンタルスーパースポーツコンチネンタルスーパースポーツコンバーチブルコンチネンタルスパースポーツコンバーチブルはイギリスの自動車メーカーベントレイが販売する高級車である GT は コンチネンタル R の後継となる4シーターのクーペであり、GTC は GT をベースとしたオープンカーである。スーパースポーツは GT および GTC をベースに、チューンアップと軽量化を行い、GT は2シーターのクーペ、GTC は4シーターのオープンカーで表記は、GTC ではなく、コンバーチブルに変更した。姉妹車種として4アセダンのコンチネンタルフライング、スパーが存在する。 2002年のモンディアルドロ・ートモビルで GT のプロトタイプを発表。2003年のサロンはアンテルナショナルドロトで量産系を発表した。エンジンはフォルクスワーゲン製の6.0リットル W 型12気筒エンジンをツインターボで加級したもので、最高出力は 560PS、6100rpm、最大トルクは 66.3kgm、1600、 RPM である。トランスミッションは、ZF 製、マニュアルモード付き6速 AT、駆動方式はオードである。内装は、天然木や本革を用いた、イギリス車ならではの豪華なものとなっている。2003年11月、日本で販売を開始。価格は1990万円。2005年のサロンはアンテルナショナルドロトで、GT の4ドアバージョンである。 フライングスパーを発表。2006年のニューヨーク国際オートショーで電動式ソフトトップを備える GTC を発表。同年10月に日本でも発売された。価格は2395万円。ソフトトップはドイツのカルマンが製作し、エンジンとトランスミッション、駆動方式は GT と同一である。2007年8月、GT を チューンアップした最速モデル GT スピードを発表。エンジンは最高出力 610PS、最大トルク 76.5KGM を発生し、最高時速は時速 326km に達する。また、グリルの塗装やマフラーなどエクステリアにも若干の変更を受けている。2009年、GT スピードと同じエンジンを搭載した GTC スピードを発表。 価格は2860万円。2008年、コーチビルダーのザガートによる GTZ ザガートを発表。サロンはアンテルナショナルドロトでお披露目された。2009年2月、GT をチューンアップと軽量化を行い2シーターにしたスーパースポーツを発表。エンジンは最高出力 630PS、最大トルク 81.6Kgm を発生し、 車両重量は GT スピード比で 110kg 軽量化された。価格は3150万円。スーパースポーツコンバーチブル。2010年4月、スーパースポーツを4シーターにしたコンバーチブル版を発表。価格は3300万円。2010年10月のモンディアルドロ・ートモビルにおいて、モデルチェンジが発表された。デザインはキープコンセプト。また、 新たに V8 エンジンの搭載がアナウンスされた。新型コンチネンタル GT は2011年モデルとして発表された。2010年11月にクーペのみ発表された。初代から引き継がれる W12 エンジンに加え、アウディとの共同開発となる、非等級式構付き4.0リットル V8 エンジンが搭載された。2011年2月。 日本市場において発表された。価格はに415万円で同年6月から納車開始された。2011年9月、新型コンチネンタル GTC をフランクフルトモーターショーでワールドプレミアされた。2011年12月、日本市場において発表された。価格はに640万円で2012年4月以降から納車予定である。 2013年のグッドウッドフェスティバルオブスピードでコンチネンタル GT をベースにした FIAGT3 レギュレーションに準じた競技用車両が発表された。開発には世界ラリー選手権でフォードワークスとして知られる M スポーツが協力している。エンジンは4.0リットル V8 ツインターボエンジンをドライサンプ化し大幅なパワーアップが施されているがベースになっている。 エンジン自体は、コンチネンタル GTV8 と同一である。しかし車体は見た目こそ、コンチネンタル GT であるが、2トン以上の車重を、限界まで軽量化を施し1トン以上の軽量化に、加え、GT3 のレギュレーションに順次四輪駆動から、トランスアクスルの FR 駆動へと変されている。2014年からデリバリーを開始すると同時に、 ベントレイワークスチームによるブランパン耐久シリーズへの参戦を行い参戦初年度でシリーズ2位を獲得した。2014年にコンチネンタル GTV8S をベースにしてコンチネンタル GT3 で得たノウハウを加えたモデルとして世界限定300台で発売された。エンジンはターボの下級圧アップや吸排気系の見直しで580馬力までアップすると同時に リアシートを省いて2名乗車化するなどで1 0 0ラムの軽量化などスポーティーに振った改良が施されている。2007年初頭 WRC で4度のワールドチャンピオンに輝いたユハカンクネンがロールケージとスパイクタイヤを装着して燃料系を寒冷地しようとした GT で表情の世界最速記録に挑戦した。フィンランドのオールでそれまでブバッティ EV110 が持っていた 時速 296km を大幅に上回る、平均時速 321.6km、最速時速 331km を記録し、世界最速記録を塗り替えた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。